大井神社は、京都府亀岡市大井町にある神社、式内社、旧社各は豪社。創建に関わる伝承として、大宝2年に、京都市西京区の松尾大社から、く読み命と、市木島姫の命が亀の背に乗って大井川を、訴状したが、八条岩あたりから、ほずの急流で進めなくなったので故意に乗り換え、亀岡市河原の林町小林島の財元部地にまで、至った。 それを見た交渉が社を混流したという。その後、現在地に、セったと伝えられる。以上の伝承から、当社では、恋が紳士とされているほか、当社の氏子は恋を食べることを禁忌とし、単語の節句に鯉のぼりをあげることもない。上泉、丹の池亀岡盆地は太古は、丹の湖と呼ばれる湖であったと言われるが、それがなくなる時に当地に、水が乾き残り、 干ばつでも枯れない、大いなる井戸として、長く残ったのが、大井の名の発祥の由来とされる。そしてこの井戸に一万一のことがあれば平野が湖に戻るか干ばつ地帯になると浮いて、井戸の神である木またがみがされ、祀られることとなった。湖は、丹の湖の名のように赤色の泥湖であったと言われるが、その様子が丹波の語源となったという説もある。 現在も境内には、大井の名残とされる、上泉、丹の池があり、鉄分を含み赤色を呈している。ただし、現在は、周辺の宅地開発の影響もあって、水は枯れており、地下から水を汲み上げている。なお、大井の発音から社名が、大井川にちなむとされることがあるが、蒸気のように当社は、大井なる井戸にちなむものであり、嵐山の土月橋付近に設けられた石。 クズの大関にちなむ、大関側とは由来は異なっている。社殿では、和道三年、元明天皇の勅命による創建とされ、上岸八年に競馬を行うことを許されたという。平安時代中期の縁起式神明朝には、丹波国僧殿軍大井神社と記載され、式内社に列している。天正四年陛下で消失し、天正十二年に、豊臣秀吉の命によって再建された。 造営奉行の片桐勝本は、小一位大明神の見学を辞書し奉納したと言われる。明治六年に近代社格制度において校舎に列し、明治十年六月に式内社と公認された。また、明治四十年三月には、新鮮平白良とも新神社に指定された。平成二十二年に、鎮座千三百年を迎えるにあたり、本殿は全面修復された。 境内にある阿弥陀仏像は、かつて、大井神社境内に、別当寺として存在した、東光寺で祀られていた、本寺仏とされる。本殿裏の雪末社境内社大井神社旧地、境会社所在地交通アクセス。ありがとうございます。